んだ。はい。負けてはいない。隠れろ。あの野郎、戻ってきやがった。もう戻れねえな。進めるなら問題だ。狙うぜ。ケチラ。いや。
燃料はいらない。また店やろうぜ。クラウドも手伝ってくれる？安くないぞ。Thank you.
ぞ。おい、追いかけっこはおしまいか。こっちだな。そっちは任せろ。おう、引き込んどけ。さあ来い。はあ、ぶっ放し。大したことはねえ。見てろよ、そっちか。判断注意。下がって狙うぜ。覚悟はいいか。そうだ、よっしゃ。受けてたぞ。遊んでやれ。そうだな。
やったぜ。これが俺らの実力よ。スリル満点だったな。うん。さ、もう一息。こっからだな。準備運動は終わりだ。よし、止まれ。大歓迎じゃねえか。こうしてみると絶望的な気持ちになるね。絶望は力だ。時にはな。まだ温存しておけ。で、どうすんだ。派手な正面突破が絵になるぜ。あんた何しに来てるんだ。あ、裏へ回ろう。この先に駐車場の入り口がある。光栄だぜ。俺たち以外にも敵がいるんだろう。アバランチの本体、あるいはウータイ。ウータイとは休戦中だろうが。休みはいつか終わる。この搾取の象徴でぬくぬくしてる連中に本物の恐怖ってやつを教えてやる。俺たちの目的はエアリスの救出だ。余計な騒動は避ける。うまく立ち回れ。待ってるよ。ただな、俺の中で真っ赤に燃えてるこの半神羅の炎をどうしてくれようかって話だ。ボムだって我慢する。
ナの車だよね。飛び乗るぞ。外はどうだった？そっちは？異常なし。問題ない。了解。よし、行っていいぞ。
遠慮はいらない。何者だ。攻めるぞ。追い打ちだ。終わりだ。一気に叩き込む。終わらせる。誰もいねえな。ああ。エアリスの居場所、見当はついてるの？おそらく科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方。確認しようか。受付でわかるかな。綺麗な建物。ムカつくぜ。ピカピカ。
壁、いつか粉々にしてやる。明日以降で頼む。とにかく上へ向かおう。で、どうやって上がる？この先にエレベーターと非常階段がある。研究施設はすんげえ上にあるんだろう。エレベーターに一票。鍵がねえと上がれねえってわけか。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。受付か。だが、どうする？上から行けないかな。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。無理だろう。私がやってみる。この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。じゃあ行ってくるね。気をつけろよ。任せて。
腕力勝負やってみるしかない。頑張ろう。もうちょっとかな。あそこまで行けば。仕上げのジャンプ見てたね。やったじゃないか。あ、これでセキュリティを解除できるかも。え？うまくいったな。ん？何もしてないけど。まあいいじゃねえか。ティバ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。うん。ああ。
参ります。ドアが閉まります。上はどうなってんだろうな。重要施設も増えてくる。これまでのようにはいかないだろう。なんだ。10階です。ドアが開きます。お前ら。おが冷えたぜ。通報されてないよね。そんな時間はなかったはずだ。上へ参ります。ドアが閉まります。また止まるかな。死んだは階段を使え。階段をまた出くわしても速攻で片付ければなんとかなるだろう。早速おいでなすった。20階へ。ドアが開きます。なんでロマぶっ飛ばす。無駄無駄。ここで仕掛け終わりだ。消えろ。じゃあ階段に移ってもいいぞ。それはない。30階です。ドアが開きます。気を抜くな。来るぞ。大丈夫。母さんこそ怪我はなかった。そっか、安心した。そんなひどいな。上へ参ります。